ビッグツリーページェントフェスタイン小里山は、福島県郡山市で毎年冬に行われる、イルミネーションイベント。JR 小里山駅、西口駅前広場に数多く植えられた、街路樹や滝などのオブジェを LED により、電飾する。駅前広場のモニュメント、葉山の滝や、夢を開く心の扉から、扉の向こうには、笑顔も、LED で飾られ、 光の回廊やトンネル状になったモニュメントを通り抜けることができる。また、クリスマスやバレンタインデー時期にはビッグアイ内のスペースパークでもイルミネーションのイベントが行われる。費用は氷山ホテル協会加盟ホテルやイベント会場などに設置された募金箱による募金や企業からの協賛金で賄われる。点灯期間は 11月最後の週末から翌年2月14日までの2ヶ月半となっている。点灯時間は17時23時30分。2000年、郡山青年会議所を中心に実行委員会を組織して改正山公園で開催した郡山ビッグツリーページェント委員改正山が始まり、当時は花火の打ち上げなども行っていた。2006年からは会場を、 郡山駅前に移し、現在の形になった。公式サイトなどでは、この年を第1回として扱っている。2008年には、電球数が10万球、2012年には20万球、2016年には29万球と、年々電球数を増やしている。また、実施エリアの拡大も検討されている。ありがとうございます。